皆さんこんにちは、ムーです。ゼルダの伝説時のオカリナやっていきます。今回はですね、インパ様を助けに闇の神殿へ向かいたいと思います。闇の神殿の、ね、入り口はかかりこ村の奥にある墓地のところにあるらしいので、早速墓地に向かおう。チェック、ハイドラ王家の紋章が刻まれている。まあここだよね。で教えてもらった光のプレリュード。ほん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 。ん？あ、間違えた。待って、テロレロレンって出なかったよ。あ、待って、先の神殿の魔法。違う違うじゃん、こっちじゃねえよ。待って待って。よし。ちょっと待って待って待って。墓地へワープできたんだが。墓地なんだが。墓地なんだが。え？ああ、なるほど。別に前、あそこに立たなくてもいいんだ。飛ばしてくれるんだ。なんだなんだ。じゃあ行こう。おお、儀式。儀式だ。ここに立って、よいしょ、よいしょ。凛の炎。召喚。やっけー。来ました、闇の神殿。凛の炎しまっとこ、間違えて使うから。闇の神殿、ちっちゃい時に64のゲームやってた時にすごい怖かった覚えがあるんですよね。だってほら見てこの顔、怖っ。かかりこ村に伝わる真実の目を持つ者のみ闇は道を開くであろう。待って待って、ちょっと待って、帰らして、帰らして、待って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 、ここを誠のメガネがいる。ちょっと待って、一回ちょっとかかりこ村に帰って、ちょっと、待って、まことのメガネの情報をね、どっかで誰かが言ってた気がするんですよね、前。あなただけ。だよね、だよね、待って。昔この村には真実を見る目を持つ者が住んでおった。真実を見極めるには心の目を鍛える他はない。だがその者はどうやら特別な方法を使っておったらしい。そのものの住んでおった家は今では井戸になっておるがの。ですよ。で、井戸がこちら。で、井戸はこうなっている。ってことはですよ。ちっちゃい時だ。待って、光のプレリュード忘れたわ。つまりさ、私さ、前回ミニゲームでさ、やってたってことは、正しかったタイミングでミニゲーム行ったってことなんじゃない？私。あのちっちゃい時のまま普通に気づいてればさ、ミニゲームの流れでさ、誠のメガネゲットしてさ、めっちゃスムーズだったんじゃない？よしくらい、狭い、怖い。よいしょ。よ。あれ？水だ。抜かなきゃ。ここで抜くんだったかな？
回れ。イエーイ。よし、水抜き完了。回りすぎですね。よいしょ。お、なんかガサって音聞こえたね。よいしょ。おお、よいしょ、よいしょ。え、よいしょ。まだ降りる。なんか音聞こえるわ。いるわ、何かが。あ、雲ね。はい。こんにちは。こんにちは。この部屋に漂ってる魂の声、誠の目を求めよ、だってさ。はい、おう、抜けた抜けた。何もなかった？さっきの部屋。なさそうだね。うん。ああいう感じに壁抜けが、壁抜けれる壁がいっぱいあるってことかな。待って、なんかいる。あ、なんかいる！あ、なんかいる！待ってー。待ってー。こいつかな。あ。あ、闇の神殿のとこにいた怖いやつだ。この壁なんか話してる。足元注意？あの下絶対落ちんじゃない？あの下落ちるでしょ。とりあえず、通れるところ先入るか。絶対あの絵の下落ちるよね。怖いわ。ん？鍵の部屋だ。あなたは何か言ってくれないの？ちょっと落ちるのは、まあ後で試すとして。先に、え？何？ここから水が流れ込んでるのね。なるほど。おせ、おせ。あ。浮いた！びっくりしたー！よいしょ。これは？何？すごい、つい！今もう来たよ。いた！え？足元も注意じゃん。はい。あ、あ、あのブイーンっていう人だ。テレテレテン。オッケー、今のうちに。これ多分痛いよね、足。いて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 。よいしょ。まあでも痛いのも気にせず、よいしょ、取っていこう。3つ取った。まだあるのか。え、ゴルピーぐらいか、これ。なんか銀色ででっかいからもっとお高いかと思ったけど、ゴルピーか。あった、オッケー。はい、あ、いる！いるやん。よし。失礼しまーす。地図かな？地図かな？よしよしよし。ん？しまった。ん？え？こんにちは。誠の目を求めよ。はい。はっ！あ、正解！え、他何もないのかな？こっちは？ないわ。え、一発正解だった。やったぜ。ああ、来てる。待って待って。
た誰？緑バブル。緑の炎が消えた時を狙うの。はい。なんだろう、ブーメランとかかな。来た。来た、来た。はあ、オッケー。ほりゃ。ここはいける。よいしょよいしょ、はい、水抜かないと宝箱は取れないけど。あっこれ絶対襲ってくるやつやん。よし、ちょ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 っと待って。あー、これも、あ、待って、あ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 、ミイラも、よいしょ、オッケー、ヒロもギブド、はい、待って、この間にアサル、火、適当でいいのかな、火の順番。とりあえずちょっとつけてみよう。おお、はい、ん、あ、開けたところが出てくるのか。あー、あ、やめてー。ふう、これはまあ外れですね。いいよ、これもまあ外れですね。これは？ん？うわぁ！どうぁ！大外れ。お、外れ。あ、これも外れだ。待って、これ最後じゃない？全部開いたもんね。え？ちょっと待って。とりあえずハート1個取っとろう。ハートが中に入ってた。よいしょ。入って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 。はい。え？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 待って、どういうこと？なんもないんだけど。え？え、全部開けたよね、私。待って。あれ？あれ？木山とか？え、なんもないの？もしかして。え？あれ？なんもない説ある？なんか入ってる。あ、鍵入ってた、鍵入ってた。ちょっと待って。外れのところに、いっぱい入ってるやん。この人のところにも入ってるな。ハートか。これだけだね。よしよし、オッケー。なにこれ、処刑台？上から降りてくるモンスターの影に気をつけて。また？やだよ。よいしょ。帰る思わず。待って待って。帰りすぎた。待って待って待って。とりあえず、ダッシュで開けよう。はっはっはっは。ほっ。ふぅ。これあれじゃない？透明の床があるんじゃない？あとでだね。あっはっは。痛い。ひどい。今のはひどい。宝箱だー。わー。
ちょっと待って、あ、ここも鍵あるよ、待って、ピエン、フォールマスター、床に落ちた鍵に気をつけて天井に戻る前に倒すのよ。はい、ミエン戻ったよ、早いね。とりあえずこの水をなんとかしないとだな。チェック、これハイラローケの紋章だ。オッケー、閉まるよね。あはは、やにこれ、やだな、やだな。ほっ、聞かない。これでも絶対近づいたら捕まれるって。真ん中とりあえず立ってみる。爆弾、あー、話せ、ありゃ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 、まだ戦闘開始されてなかった。掴まれたことによって初めて戦闘が、いたわ本体。デッドハンド、無数に入る手に気をつけて頭を狙って、はい、消えましたが、ちょっと待って待って待って、頭を狙って、定期攻撃したら来る？あ、来た来た。え、来た来た。あ、痛い痛い。あ、頭！頭を狙って、ちょっと待って待って。はっはっはっは。どれがいいかな？お。お。あれかな、首下ろした時に攻撃かな。ちょっと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 、見えない見えないよ。はい、ほら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 、よし、今回ちょっと遠いわ。よかった。よくない。掴むのはよくない。よいしょ、よいしょ。あ、待って。話してー。話して、ちょっと待って。ちょっと話して。挟むの私を。はぁ、よしよし。はぁ、なんとか。あれ。はい。くねろ。くねろ。ちょっと位置取り大事だな。どうしようかな。ここら辺で攻撃しようか。ほ。これで、よいしょ。これで、離して。よいしょ、一旦、ちょっと避けてた。あれ？はい。はい。オッケー。待って、この人消えないんだけど。あ、消えたわ。うん。コンパスかな？あ、違う！来たー！誠のメガネ、不思議なものが見え隠れ。井戸の外でも使ってみよう。あー。来たよ。シャキー。これなんもない。